島、中を見た、足元で行く北川に当てて矢島、カルリーニョス落として矢島打つ、先制矢島、清水に移籍してこれが初ゴールになります。狙い通りです。いやー、普通にあそこにああいうシュート打とうって思っただけです。はい、いやいや、感覚っす。俺が感覚って言うんだから感覚っす。てかあれっすよ、あそこはあのどっちかっていうとインステップで振り抜かないでインフロントでそのあっち側に蹴るっていう選手が多分そんないないと思うから、そこっす、それだけっす。あの時にインフロントであっちに出るのは俺の癖というか俺の感覚っす、それだけっす。練習っす、誰でもできるっす。あそこでインフロントでファーサイドに蹴ろうって思えるぐらい練習すればいい、誰でもできるっす。なんでだろうな、なんか結構好きなんですよね、あのフリーキックとかも結構あっち側に蹴るの好きで、それで練習してたっす。でもずっとっすよ、もうその感覚はずっと持ってたんで。ちっちゃい頃から意識しだしたのはいつ頃なんだろう、まあユースとかそんぐらいですか、ね、いや多分なんか見たんじゃないですか、プレーかなんか誰かの。いやでもまあその点取ってないっていう状況と1点取ったっていう状況はまあ心的には楽にはなるですよね。誰だってそうだと思いますよ、前の選手であれば。はい、いや早く1点っていうかその試合でこう優位に状況を進めるにはやっぱ点って必要だから、そのために打てるところを打とうって思ってたし、まあ、よりボランチとかじゃなくて2列目なんで、はい、シュートの意識は大事だとは思いますけどね。いやあんま意識してないです、はい、勝つためにやってることなんで。いや素晴らしかったですよ、まあ、いつも素晴らしいですけどね。もうしっかり勝てたので、あのまた来てもらえるように、次につなげられるように、そのクラブとしても良かったとは思います。中2日なんで、あのしっかり休んで、あのちゃんとしっかりいつでも行けるような準備は しときたいなと思います。勝ちます、頑張ります。